今日めっちゃ暑くなかった？全然大丈夫ですよ。今日暑かったな。それな、収録お疲れ様、ありがとう。はい、今日は収録、今日はエッサコイさんの収録のお仕事ね、ありがたいことに呼んでいただいて収録してきました。で、そのメンバーなんで、メンバーというか収録したメンバーがマリナさんマリナさんと大塚さんと私とアンナです。はい。でね、放送が8月26日の月曜日になります。はい、マリナさんとラジオしてきました。嬉しかった。はい、そうですね、内容的にはねまだね言えないんですけれども、まあでも察する方も中にはいそう。どんぶろこありがとうございます。こんばんは。お、花火ありがとうございます。こんばんは。はい、そのねお知らせをさせていただきます。さあどうでしょう。それは来週になってからのお楽しみです。でも26日なんですね、もう来週が。びっくりしてます。今もう20日か。そっかそっかね、早いなと思います。こんばんは。そう、普段ごちゃで、あ、ありがとう花火。普段ごちゃでラジオしてるけど、やっぱそのごちゃとは違う、そうごちゃとは違うね、緊張っていうかラジオ感があって。お疲れ様です、ありがとうございます。そう、こんばんは、ありがとうございます。そうだから、はい、あ、ありがとう金魚。こんばんは。キャラも変わります。いやでも普段の私でいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。そうでも超楽しかったですね。あ、花火たくさんありがとうございます。でもエッサコイサは私まだ2回これ今日の収録含めて2回しか出演したことがないので、やっぱめっちゃ緊張しましたね今日。うん、でもね、マリナさんとエッサコイサ出れるって思ってなかったからちょっとドキドキしたうん、そう。でもね、大塚さんがすごいね、大塚さんすごい MC 上手やなって思いました。なんかね、もうお話も面白いし、で隣にアンナがいたんですけど、もうね私はなんかやっぱ先輩方の顔見ちゃったら緊張しちゃうくて、あんまりねうまく喋れなくて、めっちゃアンナ見て落ち着いてました。アンナと思ってアンナアンナ、そうアンナもチラってももかの方見てくれて可愛かった。そうアンナって感じで見てました。そう最近はね、そうアンナね、アンナもも、でもももかとアンナの2人の名前って何なんでしょうか。そうめっちゃ緊張しましたけど、はい、ぜひお楽しみにしててください。エッサコイサレディオ来週放送です。8月26日ドキドキですね。みんなハートありがとうございます。どんぶろこありがとう。ももかのラジオ、あんももそのまますぎ、あんもも。そうまだ慣れてない
ももかのラジオはドキドキするとは思うんですけど、誤信って何？なんか間違えてる私送信。何？え、なんか私変なやつ送ってる？怖い。何？私メール間違えてた？なんか結婚してありがとう。今日結婚しない。今日疲れたから結婚しない。こんばんは。可愛い、ありがとう。ドブロクありがとう。あ、違う。あ、よかった。よかった、よかった。よかった、よかったです。ことでしたけど、エッサにあんもも、あ、そうだよ、エッサにあんもも出ます。来週のエッサ恋さは大塚さん、あ、西方まりなさん、大塚ななみさん、私、木本アンナでお送りさせていただきます。まりなさん、超まりなさんとお仕事できて超嬉しかった。あ、そうですね、明日はまたあの前座に出演させていただきますので、皆さん来られる方はぜひ大きなももちゃんコールとピンクと緑のサイリウムフリフリしてください。よろしくお願いします。ハートありがとう。エッサ完全版は1時間ぐらいあるかな。え、でもね、私今日噛んじゃってそう、噛んじゃって、あ、どうしましょうとか言ってあたふたしてたので、もしかしたら長いかもね。ハートありがとう。そう、噛んじゃって一人あたふたしてた、やばいどうしようってはい、あわあわしてました。あわあわ、どうしようどうしよう。で、私間違ってんのに、はい、とあ、 OK ですって言って、あーって拍手しちゃって、じゃあ大塚さんになんか間違ってんの何の拍手だよって言われて、その通りですとか言って、私その通りですとか言って間違えて拍手しちゃったわーとか言って、何の拍手、間違ってんだよ、あーすいませんとか言って、そうなんよ間違えて拍手しちゃった拍手しちゃう癖があるんです私こんばんは。はい、そう、お知らせ、今日ねチャットでお知らせあるよって言ったのはこのことでした。またね、近くになったら告知させていただきますね。はい、そう、まりなさんすごい優しく微笑んでくれましたそう、もう本当にね、もうまりなさんが大好きだなって、この1週間はもうね、なんか前から思ってるんですけど、この1週間レッスンもあるからね、毎日やってるし、やっぱ分からないところを教えてもらったりもしてるので、もう本当にまりなさん大好きってなる1週間になり、ま、なってます今。はい、さすが俺のマリナ。は？違いますけど。そんな全然違うよ。気づきな？違うよ。おじさんまたお兄さん。お兄さんでしょ。もう来てありがとうございます。あ、花火ありがとう。はい。でも最近めっちゃ動いてるけど、その分食べちゃうからプラマイゼロだなと思いながら、美味しくご飯食べらせてもらってます。明日公園行く？よかったらももかのカラー、ペンライトカラー振ってくださいどんぶらこありがとうございます。そう、大好きな人とねお仕事できて、もう超嬉しかった。やったーって、さすがのほうがそうやろ。たくさん食べ、もいちゃんが好き、あ、ゆきほんまによかった。あ、花火ありがとう、ハグしてもらった。もうそんなして、もうそんな
もう私がもう気絶しちゃうので大丈夫です。そんなそんなことしてもらわなくて大丈夫です。もう見れるだけで、見れるだけというか、いやしてないよ。でもね、最近は本当に頭がパンクしそうだからね、なんかすごいなんか眠たいやばいってなりながら、あー金魚ありがとう、やばい眠たいってなるけど、あでもちょっとこのままじゃダメだなって、そうなってるからね、寝れないですね。あ、ありがとう。ほら、あ、こちらこそ、ゆなちゃん。いや、ゆなちゃんはもう可愛がってるから、私がもうよちよちよちって。ハートありがとう。こんばんは。もーちゃん、日曜日ありがとうね。やっと来れた。こちらこそありがとうね。また来てね。本当に超楽しかったです。お話、おしゃべり会。もうほんと楽しくて、あの意味わからんことばっか喋ってましたけど、なんかみんなが笑ってくれてよかった。なんか意味わからんから、あフォローありがとう。なんか意味わからんこと喋りすぎてさ、みんなさもうなんかもう何言っとんみたいな感じになるかなと思ったけど、なんか意味わからんこと言ってんのになんかみたいな感じでもうやっぱもう 俺の桃香はまた言ってるわみたいな感じでで見てくださって嬉しかったですありがとうございますはい、こんばんは。またこの子やってるわみたいな感じで見てくれてよかったです。こんばんは。でもね、やっぱうるさすぎるんですね私、ほんまに。だからもうめっちゃ注意されました、おしゃべり会。こんばんは。だってファンの方の前で注意されたからさ、次の人のファンもさなんかめっちゃ気使ってさ、なんか元気出してねとか言ってくれるんですね。だからその方に元気だよ、もう全然なんかもう気にしてないからとか言ったさ、かわいくてニヤニヤした。嬉しい、ありがとう。こんばんは。そう注意されちゃった、なんか4回ぐらい注意されちゃったまあでもね、それはあの優しさの注意なので。そうそうそう、そう声がね大きいですって言われたごめんなさい。そうファンの方がね、なんか全然気にしなくていいよとか言ってくれたんですけど、うん大丈夫気にしてないよとか言ってましたああ花火ありがとう。音符ありがとう、金魚ありがとう。こんばんは。耳かゆ、そのもちゃんまた会いたくなってる、会いに来て。桃香はもうもっと会いたいから、もっと会いに来てください。もうずっと会いに来てほしい。もう会いに来すぎて、会いに来すぎだよって絶対言わないけど、それぐらい来てほしいもう来て、もうみんなもう楽しませるって自信がありますきて会いに来てよ、会いに来てくれる、行くよ、やった嬉しい、忘れないうちにまた会いたい、会いに来てよ、会いに行こうかな、来てよ来てみんな、もう本当に来てほしい。
てね、行くって言ったら来てね。分かった。来月の喋りがやったー、嬉しい。ももちゃんレイのアピールポイントもううるさい。元気になります。ももちゃん、ももちゃんに会ったら元気になります。あ、待って。50分になったら男女読みますね。ハートありがとう。はい、もうぜひ会いに来てください。オンラインおしゃべり会がね、今週の25日にあるので、ぜひぜひ。これです。隣のレーンから見ててもいいですか。いいよ別に。ハートありがとう。でも隣のレーン誰になるか分かんないでしょ。それなら隣のレーンに誰か分からないのに行くんだったら私と直接話した方がよくない？ね？そうでしょ？それだったら私と話してる方がいいんじゃないの？違う？そうでしょ？本当ありがとう。少しですが。ねえ嬉しい。ねえ少しとか言わないで。ありがとう。ももちゃん今日もこうやった。ねえ超楽しみなんだ。もうありがとうね。本当にいつも早くおしゃべりできるのが楽しみ。来月長岡で待ってます。圧きた。はい、圧をかけます。圧をかけちゃいました。確かにそうやろ。そうそうですね、そうでしょ。ほらありがとう。こんばんは。はい、あ花火ありがとう。だから引っ張ります。早く話したい。何話そうかな。え、もう何でもいい。もう女の子トークでもいい。もう恋バナとかでもいいで。何でもいい。ももか NG なしやから。好きなタイプとかでも全然聞いてもらってもいいし、全然答える。愛かお金かってとかの質問でも全然何でも答えますよ私。こんばんは。就職の相談も聞きますよ。もう何でも聞くんで私。何でも聞くんで私は。お任せください。しかもね、もう18日終わったしね、その当日券も多分売ってると思うから、そう、長話でもしましょうね。こんばんは。すげえマジ。うん、しようしよう。もうね、みんなの地元の自慢とかでもいい。なんでも、なんか私的には多く話すの好きやけど、なんかせっかく直接会えてるんやから、なんかね、そう、ファンの方からのお話とかもめっちゃ聞いてみたいなって思う。こんばんは。そうでも聞いて、聞く聞く。そんなに優しいのもじゃねえって。こう見えてももちゃんめっちゃ優しいんです。オンラインでもいい。え、もう何でもいいよ。もうね、来てくれる、来てくれるとか、私とおしゃべりしてくれるならもう何でも嬉しいです私。ももちゃん可愛い。そんなことないのに、ありがとう。もう来て、ありがとう。ね、ありがとうございます。全然可愛くないのに。ありがとう。どうもよく、ありがとう。わい、むっちゃ話しよるで。ほんまに？じゃあめっちゃ助かります。ありがとうございます。当日券心強い。当日券でね、なんか初めましての人とかも来てくれたら嬉しいですね。いつも来てくれてるみんなもめっちゃ嬉しいし、
この時世もう何でもいいよ、もう占いとかもしてあげるこんばんは、はい、占いとかも全然してあげるけど、うん、占ってくださいって言われたら全然占いますけど、はい、でもねやっぱ私普段あんまりアクセサリーとかつけないんですよ、なんかピンクのリボンとか。やけどなんかね、お話おしゃべり会ってなったら私はもうめっちゃ気合入るから、もうねなんかやっぱいつもよりアクセサリーとかメイクも濃いめとか、この間とか目の下になんかラメストーンみたいなやつもつけたんで、なんかいつもよりかはちょっとは可愛いんじゃないかなと思ってるうん、めっちゃ気合入ってるので、こんばんは、おしゃべり会短くてごめんね。いやもう全然、もうなんか謝らないでください。香水つけてる、もうこの間はつけてないですこの間もバタバタしすぎてめっちゃ汗の匂いしたと思う、めっちゃ申し訳ない香水つけてないこの間。なんか来た、ありがとう、ラメラメ可愛かった、ほんまに嬉しい、こんばんは、あ、壇上見ますね、すいません。13位松和さんありがとうございます。12位たけるんさんありがとうございます。毎日お疲れ様、早会いたいな、ねえおむかも会いたい、ちゃん食べて早寝てな、わかった、ありがとう、嬉しい、優しいやん、優しいやん11位ケンジデスさんありがとうございます。いつもあのお見送りでね、ケンジデスさんのことね、ケンジちゃんって言ってる、ケンジちゃんって言ったら両サイドによるね同期からね、ケンジちゃんってなんか言われるけど、私はケンジちゃん呼びがいいありがとうございます。ジュイノリさんありがとうございます。ノリさん来てくださいね、待ってますよ。9位ギリタン、あ、しおちゃん、私はギリタンしおさんのことはしおちゃんって呼ぶので、ありがとね、嬉しい。8位あきひろさんありがとうございます、ありがとうね、この間も来てくれて、また来てね。7位たむちゃんありがとうございます。たむちゃん、たむちゃん今日ありがとう、めっちゃ楽しかったです。あれこれ多分更新してないな、これ今日、はい、たむちゃん今日って何ですか。はい、ありがとうございます。6位グリーンティーさんありがとうございます、ありがとうございます。5位キョロちゃんありがとうございます。4位アルファさんありがとうございます。3位お金持ち先生さんありがとうございます。もーちゃん可愛かった、隣の例の人が同じくらい可愛かったのは内緒で、あ、おごえさんですね、もう本当に可愛いですよね、わかります、なんか申し訳ないと思います、いつも声がうるさいですし、ありがとうございます。2位なゆきさんありがとうございます。お社会のお礼できたのでここでたくさんお話がすごく幸せな一日となりました、ありがとうね、来月のお社会も楽しみです。嬉しい、そんなこと言ってくれて、幸せに私がさせれてよかったです、ありがとうございます。そして1位がカオマイフさんありがとうございます。もーちゃんこんばんは、今日も配信お疲れ様、気がつくと20件くらい溜まってる、もーちゃんチャットを見るのが毎日の2回になってます、お、読む楽しみ、待ってますね、お気をつけて来てください、楽しみにしてます。というわけで皆さんことがあるのでそっちをちょっとね今は優先させていただきます、ごめんね。では皆さんありがとうございました。明日はね前座がありますので、来られる方はぜひ気をつけてお越しください。来られる方はぜひ大きなももちゃんコールとピンク緑のペンライトを振ってくれたら見ます。まあ見れなかったごめんなさいでも私は最近はパフォーマンスにいい意味で慣れてきて、余裕がね、見れる余裕が出てきてるので、おそらく見れるんじゃないかなって思ってるので、皆さんぜひ、はい、よろしくお願いします。来られる方は、いけないよって方はね、多分明日も配信すると思うので、配信よかったら来てください。はい、というわけで今日のチャットも言ってましたが、お知らせというのは来週の8月26日のエッサコイサに私と木本アンナと大塚さんと西方さんで出演させていただきますので、ぜひお聞きください。それでは皆さんおやすみなさいバイバイありがとうございました、すいません、はい、
では皆さんおやすみなさい。いい夢見てください。ちゃんと寝てくださいね。私もグスグスお腹出して寝ますので、はい、体調にはお気をつけて。はい、皆さんさようなら、ありがとうございました。ではバイバイ。